転戦ってのも意味わかんないんだけど。本当？うちにも見せて。ふむふむ、カンパニーの最先端エーテルコピー技術を利用して見たことがある生物をエーテルコインの中に記録して、それを出力することで他のプレイヤーと対戦できる。エーテル体の仲間と一緒に栄誉を勝ち取ろう。へえ、結構面白そうだね。だよね、あんたがゲーマーなのは前から知ってたもん。ねえ、ついでに見に行ってみない？やったー、こういう技術を持ってるのってあの性格ハンターの女の子だけって聞いてたけど、今回は間近で見られるかもね。リベットタウンの広場だよね。ゼンは急げ、早速出発しよう。ああ、2人ともきっと来てくれると思っていました。早速エーテル戦線について説明しますね。僕は18年もプレイしている古参勢なので、知りたいことがあったら何でも教えますよ。そうそう、うちらすっごい気になってるんだ。このゲームってどこで遊べるの？まさかこの僕がゲームの布教に成功する日が来るなんて！え、そんなに喜ぶほど布教できてなかったって、もしかしてこのゲーム面白くないとか？まさか、違いますよ。ただそのずっとゲームをプレイしている身として感動してしまって、あなたたちには理解できないかもしれませんが、僕の名誉にかけて保証します。これは宇宙の最先端を行く娯楽。もし面白くなかったら僕のところに来てください。鉄は熱いうちに打て。二人が興味を持ってくれたなら、早速フェスティバルのサービスロビーでアカウントを登録しましょう。ついてきてください。ここが武器実験場として使われていたのは過去の話。見てください、ここが今シーズンの青函決勝フェスティバルのステージです。活気を取り戻した槍色6が早く流行に追いつけるよう、競技協会は特別にこの星を選んだんですよ。よろしい、全て計画通りですね。あれ、あなたはジョバンニさんじゃありませんか？ん？ああ、ワイルダーさん。どこに行ったのかと思ったら、まさか美しいお嬢さんを二人も連れてくるとは。ようこそ、私の競技場へ。私の予想が正しければ、あなたたちは開拓者ですね。青函決勝フェスティバルのことを聞いて、腕を振るいに来たのでしょうか。ねえ、この人の仮面ちょっとかっこいいと思わない？おお、私としたことが。これは失礼しました。私はジョバンニ・デ・ジョルジオ・ダ・イプシロン、イプシロンのしがない商人であり、今回のフェスティバルの単独スポンサーでもあります。以後お見知りおきを。自己紹介ありがとう。ジョバンニ・デ・ジョル
んとかかんとかさん。聞くからにすごそうな人だけど、なんでここにいるの？やはりユーモアのある方ですね。しかし残念なことに、この仮面は私の身の安全に関わるものなのです。お互いにプライベートな空間を残しておくのも悪くはないでしょう。さて、美月さんの質問に答えさせていただきますが、ご覧の通り、星間結晶フェスティバルは間もなくこの美しい氷雪の星で開催されます。そして私は今回の大会の単独スポンサーとして会場の運営状況をチェックしに来たのです。それに大会に出場するプレイヤーやお二人とお近づきになりたいと思いましてね。広い宇宙で商売する以上、友人は大いに越したことはありませんから。もしお二人が私のことを友人と呼んでくださるなら、これほど光栄なことはないでしょう。仮面をつけてていかにも怪しそうだけど、すごい人。でも悪意はないみたいだし、親しみやすいかも。あんたはどう思う？え？そんなこと考えてたの？あなたは私よりも冗談がお上手ですね。つまり私のぶしつけな願いに応えてくれるということでよろしいですか？よろしくね、ジョバンニさん。エーテル戦線というゲームについてはすでにワイルダーさんから説明を受けたと思いますので、私からは星間結晶フェスティバルに関することを説明させていただきますね。ジョバンニさん、それは僕の仕事なので、やっぱり僕が。いいんですよワイルダーさん、せっかく友人になれたのですから、私が説明しないわけにはいきません。あなたは他の業務に当たってください。ここからは私が案内しますから。ありがとうございますジョバンニさん。それじゃあ僕は先に失礼しますね。さあ何でも質問してください。会場と星間結晶フェスティバルについて知りたいことはありますか？話を聞いたけど、先にゲームで遊んでみてもいい？言葉で説明されてもやっぱりよくわからなくて。もちろんです。特別に私のエーテルをお貸ししますので、ぜひバトルの楽しさを体験してみてください。おや、あちらが騒がしいようですね。何かあったのでしょうか？持ってるコインを渡しなさい。このガキ、この年で手癖が悪いって。大人になったらどうなるんだ？これは俺が拾ったんだ。ちょっといい加減にしなよ。子供をいじめてどうすんの？開拓者の姉ちゃん、こいつら危険だ。大丈夫、うちらに任せて。カンパニーの皆さん、あのコインに固執している様子を見るに、エーテル戦線のプレイヤーですね。どっから出てきたのよこの仮面男。私がプレイヤーかどうかなんてあんたに関係ある？そうだそうだ、お前に何の関係がある？仮面なんかつけてこそこそと、もしかして変態か？私はもし皆さんがプレイヤーならエーテル戦線のルールにのっとってバトルしませんかと言いたかっただけですよ。こちらにいるお嬢さんたちがこのお友達の代わりにあなたたちに挑戦するというのはどうでしょう？もし彼女たちが負けたら、コインはあなたたちの戦利品になりますので、好きにしていただいて構いません。ただし、もし皆さんが負けたら怒りを収め、少なくとも私の競技場の中では騒ぎを起こさないでいただきたい。
どうでしょう。それはおすすめできません。暴力で問題を解決するのはつまらないですから。そのようなつまらない人間にはならないと私に約束してください。いいですね。ジョバンニさんの言う通りだよ。それにこの機会にうちらもゲームを体験できるんだからちょうどいいじゃん。どうぞ。こちらが初心者向けのエーテル隊たちです。ルールに慣れるために使ってください。もしお二人がこの程度のエーテル隊すら倒せないのであれば、このゲームには向いていないと言わざるを得ませんね。この私たちを見下して。絶対にトパーズ様ファンクラブのメンバーの凄さを分からせてやる。誰が落としたものかまでは分かりませんね。先ほどの方たちは他にも何か言っていませんでしたか？例えばトパーズに関することとか。そうだ、あいつらトパーズの名前を出してた。どういうこと？思い出した。あいつら自分たちはトパーズって人のファンクラブのメンバーだとか、全宇宙の最強エーテル体を集めてトパーズに送るとか言ってた。そうすればトパーズがフェスティバルで連覇できるって。え？トパーズってそんな手段を選ばない人だったの？それは何かの誤解だと思います。私もトパーズさんとは交流がありますが、彼女はそのような方ではありません。それってこのコインはトパーズのものじゃないってことだよね。じゃあ持ち主は誰なんだろう。コインには何の情報もないみたいだけど。ええ、このエーテルコインには持ち主に関する情報が何もない。持ち主に返すのは至難の業でしょう。俺このコインやっぱり開拓者の姉ちゃんたちに渡すよ。ちょっと、子供が相手の時ぐらい遠慮しなよ。俺はこれが何なのかわからないし、戦線の遊び方も知らないからさ。でも姉ちゃんたちならこのコインを使いこなせるんだろ。エリックがそう言うなら
コインはうちらが保管しておくね。ジョバンニさんはどう思う？私もそれがいいと思います。交換も育成もエーテル戦線の一環ですから、このコインを存分に活用してください。じゃあ姉ちゃんたちに任せた。俺は先に帰るよ。親父が家で待ってるんだ。あ、ちょっと勝手に行っちゃった。ねえ、あの子を家まで送った方がいいんじゃない？またカンパニーの社員に会っちゃったら。その心配はないかと。カンパニーの社員の大半は労働倫理を守っていて、カンパニーの名声に泥を塗るような真似はしませんから。お二人とも、ここでコインからエーテル体を呼び出してみてはいかがでしょうか。お二人が本当の意味で初めて獲得したエーテル体ですから、お互いを知っておいた方がいいでしょう。確かに。このコインどうやって操作するんだろう。あ、出てきた。これって次元プーマン？次元プーマン、これは非常に珍しいエーテル体ではありますが、あまり強くありません。カンパニーの方たちはなぜこれを奪おうとしたのでしょうか。あれ、この子なんか怖がってる。どうしよう、うちら何か間違えちゃったとか。安心してください、美月さん。おそらくですが、この次元プーマンはもともと臆病な性格なのでしょう。しかし少し妙ですね。コインに保存されたエーテル体の生物データに特殊な性格のものはないはずなのに。プログラムによれば、本来はおとなしくて聞き分けが良く、プレイヤーの指示に忠実であるはずなのですが。え、どうしよう。ねえ、あんたが指示を出してみたら。やっぱりあんたがやって。わかりました。これはおそらく何らかのデータ異常によるものでしょう。通常の流れではエーテル戦線のプロジェクトチームに報告して処分してもらう必要があるのですが。処分されちゃうの？でもそんなのやだ、カンパニーには渡せない。ねえ、この子を残しておこうよ。ダメ？ダメ？ダメ！そんなのうちが許さない。とにかくこの子を連れてフェスティバルに参加しよう。まずはいい名前をつけてあげないと。ねえ、どんな名前がいいと思う？うん、うちも考えてみる。ちょっと普通すぎるような。でもあんたが決めるんだったらそれでいいよ。それとももう少し考えてみる。見て、反応してる。この名前が気に入ったんだね。よしよし。どこから来たのかわからないけど、一緒にチャンピオンになろう。もちろんこの子がどこから来たのか分かればもっといいけどね。皆さんが笑顔になれる結果になりましたね。それでは今からエーテル戦線プレイヤー端末の使い方をレクチャーしましょう。こちらへどうぞ。これがエーテル戦線プレイヤー端末です。さあ実際に操作してみてください。
なんかすごく複雑だね。あんたは使いこなせそう？またうちの真似してる？大丈夫ですよ。習うより慣れろと言うでしょ。何回かやっていればおのずとコツをつかめますから。先ほど私が言ったことを覚えていますか？各地のバトルランドに行ってバトルランクを上げ、各ランドの試練をクリアして全ての資格バッジを獲得すれば、あなたたちはフェスティバルのクライマックス、トーナメント戦に参加することができます。さて、私はフェスティバルが無事に行われるよう他の施設の運営状況も視察しなければなりませんので、これで失礼しますね。また何か質問があればサービスロビーにいるスタッフが答えてくれるでしょう。皆さん、ぜひこのフェスティバルを楽しんでください。また後でお会いしましょう、美しいお嬢さん方。よし、学べるものは学んだし、そろそろ旅に出る時間だね。最初のバトルランド、残響回廊へ出発。